ズです。今回は合同ライブということで夏っぽい曲を選んでみました。2曲目はオリジナル曲なんですけど、この曲合宿に来てなんか画を見て、あ、蝶の曲作ろうと思ってそれで合宿中に作った曲なんですけど、なんでちょっと失敗しちゃうかもしれないんですけど、なんか一応曲の説明する。なんか一つはなんか蝶々さ、なんかさなぎって曲なんですけど、なんかさなぎが蝶々に飛び立つまでの視点っていうのと、もう一つはなんだっけ、その暗い自分を閉じ込めてる女の子が外に頑張って出るっていう二極点の視点をね、なんだっけで作ってみました。でもベリーズ初めてのオリジナルなんでとても緊張してるんですけど、頑張るんでよかった。こういうのとか多分手拍子だとあれなんで、こういうのとかやってくれると嬉しいです。じゃあオリジナルでさなぎ。
ってくる。どうも、ビリーズでした。ありがとうございます。